あんたはただの金づるだから。じゃなきゃあんたみたいな冴えない男と誰が結婚なんてするもんですか。唇の端をゆがめ、俺のことを見下したように笑う妻。その冷たい声に俺は苦笑をこぼした。大手製造業に勤める俺はある日海外への転勤を打診された。それを告げてきた上司の顔からは期待と罪悪感が伝わってくる。俺に任せたいという気持ちと、俺が家庭を持っていることから負担になるのではないかという気持ちが混ざっているのだろう。転勤についてきてくれるだろうか。帰宅してから妻にそう尋ねた途端、顔を上げて俺のことを鋭くにらみつけてきた。いやよ、私はついていく気はないから、単身赴任すればいいじゃない。それだけにとどまらず、続けてとんでもないことを口にしてきたのである。転勤についてきてほしいとか、冗談は顔だけにしてよね。あなたとは離婚するから。転勤の話から離婚の話まで飛躍するとは。彼女の口は止まらず、俺をバカにするような言葉をものすごい剣幕でまくし立ててくる。もしついてくるって言ったら、目をつぶるつもりだったんだけどな。そう俺が口にしてあるものを手渡した途端、妻の顔色がさっと変わったのだった。俺の名前は吉川敦、大手製造業の社員だ。主にプラント設計という工場設備や機械類の設計の仕事をしている。真面目な性格だと自負しており、仕事に対しても入社した頃から一生懸命に向き合ってきた。そのおかげか、吉川君に任せたら安心だ、いつもいい仕事をするねと社内で高い評価をもらっていた。もちろんそれに慢心することなく、これからも身を引き締めてやっていくつもりである。そんな俺には悩みがあった。仕事は順調なのだが、家庭もそうかと聞かれれば、はいと即答できるような状態ではないのである。俺には大学生の頃からの友人である渡部和彦の紹介で出会った美奈代という妻がいる。美奈代はすごくいい子だから、真面目なお前にはぴったりの相手だと思うんだ。和彦の言葉通り、俺たちは意気投合してすぐに仲良くなった。会話のテンポがいいとでも言ったらいいのだろうか。美奈代は聞き上手といった印象で、俺がどんな話をしても目をキラキラとさせ、楽しそうに相槌を打ったりしてくれていた。俺も少しずつ彼女のことが気になっていたのだが、どちらかといえば彼女の方から熱烈なアプローチを受けて交際、そして結婚に至った。アツシさんと結婚できて嬉しい。一緒に幸せになろうね。婚姻届を役所に提出したとき、彼女はそう言って柔らかく微笑んでいた。その表情を見て、俺も一生彼女を大切にして幸せな家庭を築いていこうと心の中で誓ったのに。結婚して3年経った今やどうだ。夫婦仲はすっかり冷え切っており、名前を呼ばれたのも随分前である。いや、彼女の中で俺はもう夫という立場にないのかもしれない。すっかり ATM 扱いだなと感じることが多々あった。美奈代は専業主婦で、日用品や食材など必要なものの購入費は俺が渡している。だがそれ以外にもエステやショッピング、友人とお茶をするためなど、美奈代のためだけに使う金もせびってくるようになった。家事はしっかりやってくれているし、もちろん時には息抜きも必要なのだろうが、限度というものがある。金遣いが年々ひどくなっていくのだ。ねえ、明日美容院に行きたいからお金ちょうだいよ。2万円くらいでいいから。金ならついこの間渡したじゃないか。もう使い切ったのか。はあ、あんな少ない額じゃ足りるわけないじゃない。このように断るごとに金を要求してくる美奈代。結婚したばかりの頃はまだ遠慮も見られ、ごめんね、
ちょっとお金が足りなくなっちゃって。と、申し訳なさそうにしていたのだが、今では平然としている。それどころか、すぐに渡さない俺がおかしいとでも言いたげな顔をするようになっていった。ずいっと手のひらを上にして伸ばし、せかすように貧乏ゆすりをする姿にため息しか出ない。最近ちょっと金遣いが荒いと思うんだが、もう少しエステに行く頻度を減らすことはできないか。俺はそう何度も彼女に注意をしてきた。だが彼女は聞く耳を持たないどころか、ああ、お金のことばかりうるさいわね。私に注意する前にやるべきことがあるんじゃないの？もっと稼いでくるとかね。などと吐き捨ててくる始末。まるでゴミでも見るかのような冷たい目には、俺への愛情などこれっぽっちも宿っていない。自分の遊ぶための金くらい自分で稼いだらどうだ。そう苦言を呈するも、いやいや、妻一人満足に養えないとか、自分で言っていて情けなくならないのかしら？と、馬鹿にしたように鼻で笑われながら返され、心をざっくりと切りつけられたような感覚に襲われた。一体俺は何のために仕事を頑張っているのだろう。結婚したばかりの頃の美奈代は、どこへ行ってしまったのだろう。そんな疑問たちが頭の中にぐるぐると渦巻く。次第に、俺の中にある美奈代への愛情はどんどん小さくなっていったのだった。そんなある日のこと。え、転勤ですか？ああ、ぜひ検討してほしいんだが、どうだろうか。俺は会社から新たにベトナムに建てる工場の責任者として転勤を打診された。それを告げてきた上司の顔からは期待と罪悪感が伝わってくる。俺に任せたいという気持ちと、俺が家庭を持っていることから負担になるのではないかという気持ちが混ざっているのだろう。プラント設計に携わる者として、ベトナム工場の規模の大きさから断りたくない。美奈代は何と言うかなと想像しながら、俺は上司に、わかりましたと答えた。なあ、転勤するかもしれないんだけど。帰宅しスマートフォンをいじる美奈代に声をかける。だが彼女は至極どうでもいいといった様子で、こともなげに、へえ？とだけ言った。こちらを見ることもしない。行き先はベトナムなんだ。一緒に行ってくれるだろうか。そう聞いた途端、彼女は顔を上げて俺のことを鋭く睨みつけてきた。いやよ、私はついていく気はないから単身赴任すればいいじゃない。心の底からそう思っているのだということがわかるような冷たくトゲトゲしい声。話は終わりだというように再びスマートフォンに視線を戻してしまった。どうしても一緒に行くのは嫌なのか。そう美奈代に聞くと、彼女ははっと鼻を鳴らして笑う。ニューヨークとかロサンゼルスとかならついて行ったかもしれないけど、ベトナムなんて途上国、土下座されたって行きたくないわ。それだけにとどまらず、彼女はとんでもないことを口にした。というか、そんな分かりきったことを聞かないでよ。ほんと、転勤についてきてほしいとか冗談は顔だけにしてよね。あなたとは離婚するから。転勤の話から離婚まで飛躍するとは。彼女はやけに楽しそうに、離婚になったら財産分与よろしくね。製造業だけあって給料だけは良かったから結構な額をもらえるでしょ、と言ってくるではないか。俺は特に驚くこともなく、バレないようにこっそりと苦笑をこぼした。ある意味予想通りの答えだったからである。本当にスムーズに離婚できると思っているのか。そうだとしたら、かなりおめでたい頭だ。俺が何も知らないとでも思っているのだろうか。もしついてくるって言ったら目をつぶるつもりだったんだけどな。俺はそう言いながら美奈代に背を向けて、カバンの中からあるものを取り出す。俺の体で隠れて何をしているかわからない彼女は、怪訝そうな表情をしているに違いない。ちょっと
何？どういうこと？俺は取り出したものを投げてよこした。それは分厚い封筒だ。あ？意味わからないんだけど。ブツブツと文句を言いながら開封するミナヨ。その声には苛立ちと疑問が混ざり合っている。だが中身を確認すると何も言えなくなってしまった。そこには彼女と和彦が密会しているという数々の証拠が揃っていたからだ。本当の恋人のように腕を組んで微笑み合っているところ、繁華街に消えていくところなど、不貞行為をしていることを裏付けるような場面が切り取られた写真。美奈代の方を見てみると、寒い日にプールに入ったかのように顔を青白くさせ、唇をプルプルと震わせていた。俺は和彦との共通の友人から不倫しているかもしれないという話を聞かされ、半信半疑で更新所に依頼していたのである。最初はまさかなと思っていた。出会いのきっかけを作ってくれた和彦がそんなことをするわけがない、そう信じていたのに、調査の結果見事に黒だったというわけだ。俺と付き合う前からの関係だったんだって？初めから二人で俺のことを騙していたのか？美奈代を引き合わせた和彦も、顔合わせの食事会で楽しそうにしていた当時の美奈代も、一体どんな気持ちだったのだろうか。二人とも内心俺のことをバカな男だと思っていたのかもしれない。俺が問い詰めると、先ほどまでは青かった美奈代の顔色が徐々に戻っていく。もう言い逃れせず開き直ることに決めたようだ。そうよ、あんたはただの金づるだから。じゃなきゃあんたみたいな冴えない男と誰が結婚なんてするもんですか。好きなのは昔から和彦だけだから。彼女の方から熱烈なアプローチを受けていたのは、金づるを手に入れるための策略だったということか。俺の話を楽しそうに聞いていたのも、あなたみたいな人と出会えてよかったなどと甘い言葉を吐いていたのも、すべては演技だった。そんなことをする美奈代も美奈代だが、すっかり信じきってしまった俺もバカだったかもしれない。見る目がなかったのだ。暴言を吐かれ、悔しさや苛立ち、悲しみというあらゆるマイナスな感情が胸の中に湧き起こる。じゃあ和彦と結婚したらよかったじゃないか。そうつぶやいた声は自分でも驚くほど暗く沈んでいた。調査をする前から夫婦仲は冷え切っていたし、不倫が発覚しても絶望することはなかった。しかし思いのほかショックを受けていたようだ。いや、プライドを傷つけられたと言った方が正しいかもしれない。ああ、和彦は顔はいいんだけど、あんたより稼ぎが悪いから結婚には向かないかなって思っていたのよね。でも予想が外れて、今じゃすっかり高級取りよ。いかにも悔しそうな様子で言う美奈代。和彦の稼ぎが良くなることを予想していたら、最初から俺なんかではなく彼と結婚できていたのにという意味が透けて見えた。和彦が美奈代と俺を出会わせたのも金目的だったのだろう。エステ代だと言って俺からむしり取った金は彼と遊ぶ時に使っていたのだから。美奈代の口は止まらず、あんたっていう邪魔者がいなければすぐにでも私は和彦と結婚できるの。だからさっさとベトナムでもどこでも行ってちょうだいよ、とものすごい剣幕でまくし立ててくる。唇も目もつり上げ、歯をむき出しにしている彼女の顔を見て、鬼のような形相とはこのことかとぼんやり考えた。ちょっと聞いてるの？さっさと私と離婚してよ。あまりにも無責任なその言い草に俺は深くため息をついた。それが気に食わなかったのだろう。バカにしているの？と美奈代が金切り声を出す。それが鼓膜に突き刺さり、ズキッとした痛みを感じた。耳を塞いでしまいたかったが、そんなことをしたら余計に彼女の神経を逆なでしてしまうだろう。ああ、分かったよ。離婚しよう。俺は改めて弁護士を立て、美奈代と和彦に慰謝料請求をすることを告げた。すると
彼女の口元がにんまりと笑みを浮かべる。その言葉を待ってましたと言わんばかりに嬉しそうだ。いいわよ、慰謝料くらい和彦がサクッと払うから。なんせあなたよりも稼ぎがいいんだからね。余裕そうな口ぶりでそう言うなり、美奈代はキャリーケースを引きずり出して荷物をまとめ始めた。和彦の家にある程度必要なものは置いてあるから、この家に残してあるものはいらないから捨てておいてちょうだい。美奈代はスキップでもするのではないかと思うくらい弾んだ足取りで家を出ていった。バタンと扉が閉まる音がやけに大きく聞こえる。俺は何とも言えない虚しさを感じ、足に釘でも打ち込まれたかのようにしばらくその場を動けなかった。俺は自分の荷物をまとめて実家に送り、残っていた美奈代のものはすべて処分してから部屋を引き払った。立つ鳥後を濁さず、これで軽い気持ちでベトナムへ旅立てるかと思っていたが、心の奥底にはまだ鉛のように美奈代から言われたこと、その時に感じた苦い思いが居座っている。吉川さん、お待ちしておりました。現地にはコーディネーター兼秘書である山内理恵子が待っていた。空港まで迎えに来てくれた彼女は、俺を見つけるなりキラキラとした笑顔で手を振ってくれた。彼女は語学が堪能で、英語だけではなく東南アジア圏の国の言葉はほとんどできるという。両親はいわゆるバックパッカーで、理恵子を連れて東南アジアを中心に回っていたため、幼い頃からいろいろな国の言葉を覚えたという経歴があった。まあ話せると言っても現地のスラングばかりなんですけどね。そう謙遜する理恵子に、俺はゆっくりと首を横に振る。いや、それでもすごいですよ。今回のプロジェクトではたくさん頼ってしまうかもしれないけど、どうぞよろしくお願いします。彼女は俺の言葉を聞き、任せてくださいと誇らしげに笑ってくれた。慣れない生活を送る中、俺は日本にいる弁護士と連絡を取り合い、美奈代との離婚やそれに付随するさまざまな手続きを進めていた。そして無事に離婚が成立し、美奈代と和彦の両者から慰謝料を取ることができたのだ。ようやくか。その連絡が弁護士から来た時、俺は思わずそうつぶやいていた。離婚できたと改めて認識した途端、安堵感がどっと溢れ出す。それと同時に悲しみも湧き起こった。やはり騙されていたという事実は深く突き刺さって抜けなかったのである。こういう時無性に酒が飲みたくなる。アルコールの力で嫌なことを吹き飛ばしてしまいたい。どこかおすすめの店を知っていたりしますか？できたら日本人でも入りやすいところがいいんですが。理恵子にそう尋ねてみると、彼女はご一緒しますと明るく言って下町の食堂に案内してくれた。そこを経営しているベトナム人は彼女の育ての親だという。実の両親は私が15歳の頃に強盗に襲われて亡くなってしまったんです。そう前置きし、どこか遠くを見つめるような目をする理恵子。懐かしむ気持ち、そして悲しみがちらちらと見え隠れしている。両親に親族はおらず、彼女は日本に帰ったとしても引き取ってくれるところがなかった。どうしたらいいのだろうと絶望していた時、ベトナム人で理恵子の両親の友人だった夫婦が引き取ってくれて、成人するまで育ててくれたらしい。今回のプロジェクトでの通訳に応募したのも育ての親に恩返しがしたかったからなんです。彼女は育ての両親の姿を見てふっと微笑んだ。二人は他のお客さんに料理を提供したり調理器具を振るったりと世話しない。だがその顔は楽しそうで、心からこの仕事を好きだと思っていることが伝わってくる。彼女が言うには、なんとこの店は区画整理のためにもうすぐ取り壊されてしまうそうだ。それを知った常連客たちは皆抗議の声を上げていたという。しかしどこかに移転しようにも、理恵子を育てるためにお金をかけてくれていたため資金があまりない。だから今回のお仕事で稼いだお金を両親の新しいお店の開業資金として渡したいんです。これが
私にできる親孝行だと思うから。そうなんですね。リエコの話を聞き終えて、俺の胸の中には温かい気持ちがじんわりと広がっていた。もはや金の亡者とも呼べるような美奈代や和彦のことなどどうでもいい。二人のことは頭から消え去り、心も幾分か軽くなっていた。吉川さん、いっぱい食べてくださいね。両親の料理は本当にどれも美味しいので。リエコが東南アジアを巡っていた時の面白い話などを聞きながら、美味しい料理とお酒に舌包みを打った。これは確かにリピートしたくなる味だ。俺はちらりとリエコの方を盗み見る。そして彼女の親孝行に協力するためにも、自分も精一杯このプロジェクトを頑張らなければなと気合を入れ直したのだった。俺はがむしゃらに働き、ようやくベトナム工場開業のめどが立った。ここまでスムーズに来ることができたのは、自分だけの力ではなく、他の社員、そしてリエコの働きが大きいと思っている。現地に詳しい彼女は、役所や関連企業への掛け合いで大活躍してくれたのだ。仕事をしている時の彼女の目の奥には情熱の炎が燃えており、それを見ていると自分も頑張ろうというふうに頑張ることができた。秘書、そして通訳どころか、会社と外部のパイプ役として大いに助けられ、頭が上がらない。今回のプロジェクトが終われば、リエコの契約期間は終了する。それは最初から分かっていたことなのだが、次第に複雑な思いが芽生えるようになっていった。彼女にはその能力をもっと生かしてほしい。これで終わってしまうのは惜しいと考え、俺はこう提案した。正式に現地社員として働きませんか？もっとあなたと一緒に仕事をしたいと思っているんですが。リエコはそれを聞くと、もともと大きめな瞳をさらに大きくパチクリとさせる。沈黙の時間が流れ、俺の背中を一筋の汗が伝った。もしかして断られてしまうのだろうか。そう身構えた時、彼女が嬉しそうににっこりと微笑んだ。はい、ぜひよろしくお願いします。よかったと俺は安堵のため息をつく。これで両親に恩返しができます。二人のことを思い出しているのか、リエコが目を優しく細めた。現地採用とはいえ、正社員になれば給料体系は日本と同じ。これまでより多く稼げるようになり、両親の店を移転させるという彼女の夢により早く近づくだろう。嬉しそうにする彼女を見て、俺の胸の中も温かくなった。人当たりがよく明るいリエコはすぐに馴染み、現地の日本人社員ともすぐに仲良くなることができていた。休憩時間になると周りが興味津々で旅の思い出話について尋ねている。それに対しリエコも笑顔で答えており、職場の雰囲気がかなり和やかなものになっていった。もちろんやるべき時にはしっかり切り替え、みんなでプロジェクト成功のために動いている。どんどん周りの士気が高まっていくのがひしひしと伝わってきた。そして俺がベトナムに来てから3年が経ち、工場が竣工した。長かったような、短かったような、いや毎日がむしゃらに頑張っていたから、どちらかといえばあっという間に時が過ぎていった感覚がある。だが周りの感じ方は人それぞれ違っていて、感慨深そうに腕を組みながら、ついにこの日が来たかと言っている社員もいた。工場の汚れ一つない白い外壁が青空の下によく映えており、建物自身がまばゆい光を発しているようにも見えた。そこには働く人たちのための食堂も併設している。リエコの育ての両親も社員に混ざって嬉しそうに工場を見つめていた。リエコが何やら話しかけているが、少し離れたところにいるので声は聞こえてこない。しかし緩んだ口元と柔らかく細められた目から、いい内容であることは察せられる。きっと食堂に関することだろう。そう、新しい店を探しているという話を聞いた俺は、二人に工場の食堂に入らないかと
提案したのだ。二人が作る料理はどれも美味しく、地元でも評判が良かった。現地の日本社員も何人か食べに行っていたことがあり、皆口を揃えて、あそこは本当に美味しいと絶賛していたのである。そんな素晴らしい味をなくさないようにするには、いろいろな人に味わってもらうにはどうしたらいいか。そう考えた俺は、リエコの育ての両親にそのレシピの提供、そして食堂で働く調理員の指導を依頼することにした。両親、吉川さんの提案にすっごく喜んでいましたよ。我々でよければぜひやらしてほしいって。取り壊しが決まってからお客さんの前では気丈に振る舞っていたけど、仕事が終わった後に落ち込むことが増えていたんです。そんな両親が久々に心から笑っているところを見て、私も嬉しくなっちゃいました。リエコは涙ぐみながらそう言っていた。両親の姿を一番近くで見てきた彼女には、話を聞いただけの俺には計り知れないような苦悩があったのだろう。彼女の目に浮かぶ涙には安堵や喜びが混ざっていた。無意識のうちに手を伸ばしてそれを拭いそうになったが、はっと我に返り慌てて指を引っ込める。俺の様子には気がついていなかったようで、リエコは微笑みながら話を続けた。移転とかして新しいお店を出すより、きっと工場の食堂の方が両親の収入が増えると思います。これでいつでも両親のレシピの料理が食べられるし、いいことだらけですね。ありがとうございます。そう言って彼女が頭を下げてきて、俺はなんだか照れくさくなってしまったのだった。後日、工場開業式典が執り行われた。司会の言葉を聞きながら、俺はぼんやりと周囲を見渡す。あまりキョロキョロしすぎても悪目立ちしてしまうので、首はあまり動かさず目だけで観察を行った。社員など建設に携わった者だけではなく、ベトナムの大臣も出席しているではないか。各国のメディアも詰めかけており、それだけこのプロジェクトが重要であることが改めて分かった。会場内は大盛況。カメラのシャッター音、メモを取るためかペンを走らせる音がそこら中から聞こえてきた。すごい人数ですね。こんなに大きな式典になるとは思っていませんでした。隣に佇むリエコが俺にこっそり耳打ちしてくる。そうだな、という意味を込めてうなずいた。それから数日後、俺のスマートフォンに意外な人物から連絡が入った。この3年間、一度も画面に表示されなかった名前。忙しさから忘れかけていた存在。だけど、思い出すとまた、ふつふつと怒りが湧いてくるような、その人物とは。もしもし、何の用だ。ひどい。仮にも元妻にそんな言い方しなくてもいいでしょ。久々に聞く美奈代の声に、俺は苛立ちを抑えるために眉間を指で揉んだ。自分ではいつも通りの調子で話したつもりなのだが、口から飛び出した声のトーンは低く、わずかに震えていた。テレビ見たわよ。すごいじゃない。どうやら先日の式典の様子が日本のニュースで取り上げられたようだ。その途中、工場の責任者として俺と大臣が握手する映像が流れたらしい。それでわざわざ連絡してきたのか。だが、美奈代が俺を褒めるためだけにこうして電話をかけてきたとは思えない。何か企んでいるはずである。それで要件は。そう問いかけると、バカにしたような笑い声が返ってきた。冷たいわね。まさかあなたがこんな大きなプロジェクトの責任者だったなんて思わなかったから、純粋にすごいと思って連絡したのよ。美奈代から言われても見下されているようにしか思えない。これ以上電話を続けたって、どうせろくでもないことしか言わないだろう。要はそれだけか。だったらもう終わりだ。そう淡々と言い放ち、画面の終了ボタンを押そうとしたが、待って、という声が聞こえてきたため、動きをピタッと止めた。一体何なんだ。続けて彼女が言ってきたことに、俺は目を見開いて、はあ？とすっとんきょうな声を上げた。
なんと、今度ベトナムに遊びに行くから会わない?などと言い出したのである。今さらどうしてだ?何が目的なんだよ。ちなみに俺は会う気なんてさらさらないからな。俺がそう告げると、途端に美奈代の声がしおらしくなる。先ほどまでこちらをあざけるように笑っていたというのに。私、あなたのことが忘れられないの。だから会いに行きたいのよ。ダメかしら。それを聞くと、俺の方がピクッと引きつる。美奈代が俺のことを忘れられないだと?そんなはずはない。全部私が悪かったの。離婚したことを今すごく後悔していて、ほとんど毎日夢に見るくらい。その不自然な猫なで声に肩を震わせた。怒りからではなく、苦笑して思わず体が動いてしまったのだ。ねえ、聞いているの?何か言ってよ。いや、お前の言っていることがあまりにも滑稽で、和彦がクビになったからってまた俺にすり寄るつもりなのか。冷たく言い放つと、電話の向こう側で息を呑むような音が聞こえてきた。どうして俺がそのことを知っているのか不思議に思っているのだろう。それを彼女の方から問いかけられる前に自分から話してしまうことにした。俺と和彦は大学の同級生だぞ。あいつがしでかしたことなんか、同級生経由でとっくに俺の耳にも入ってきているんだよ。なんと和彦は会社の金を横領して捕まっていたのである。エリート会社員として順風満帆な生活を送っていたが、一気に転落。彼と結婚していた美奈代も一緒に転落人生を送っていると俺との離婚の顛末を知っている同級生が教えてくれていたのだ。俺と結婚していた時から嘘をついて金をむしり取るほど金遣いの荒かった美奈代、そして同じような金銭感覚の和彦。横領の理由も遊ぶための金を手に入れるために違いない。美奈代は何も言わない。あまりにも静かだったため電話を切られたのかと思ったが、画面を見るとしっかり通話中と表示されていた。それを確認してから追い打ちをかけるように言葉を続ける。和彦に乗り換えたのはお前だろう。だったら無責任に別れるんじゃなくて、借金を背負った今の夫と最後まで添い遂げろよ。するとうめき声のようなものが聞こえてきた。その直後、美奈代が金切り声でわめき始める。もう貧乏は嫌なの。横領だってあいつが勝手にやったことだし、なんで私までこんな目に遭わなくちゃいけないの。思わずスマートフォンを耳から離したが、キンキンとした声はそれでもしっかり届く。あんたみたいなやつとよりを戻してあげるって言っているのよ。むしろありがたいことだって思いなさいよ。ベトナムだってダナンとかハノイとかいいところあるみたいだし、そっちに行ってあげるから。この後に及んでよく上から目線で物を言えるな。俺は大きく息を吐いてから、二度と電話をかけてくるな。お前なんかとよりを戻すくらいなら俺は会社を辞めるときっぱり言い放ち電話を切った。運動もしていないのに脈が速くなっており、落ち着けるために何度か深呼吸を繰り返す。その横で仕事をしていた理恵子が心配そうに俺の方を見てきた。その視線を感じ、俺は体を縮こませる。すみません、恥ずかしいところをお見せしてしまって。そうだ、いい時間ですし、食堂にお昼ご飯を食べに行きませんか。理恵子は特に電話の内容について追求してこず、はいと嬉しそうに大きく返事をしてくれた。他の社員にも声をかけ、椅子から立ち上がって大きく伸びをしたのだった。それからさらに2年が経ち、俺の中にはとある思いが芽生えていた。理恵子のことが気になっていたのである。会社のため、そして育ての両親のために一生懸命に働くその姿に俺は惹かれていた。それと同時に自分中心ではなく人のことばかり気にかけている優しい彼女のことを俺が守りたいとも思うようになっていたのだ。自意識過剰でなければ彼女の方も俺に
周りとは違う感情を持ってくれている気がする。なぜなら何人かの男性から食事に誘われても一度も乗ったことがないのに、俺が誘うと喜んで現地の美味しい店を案内してくれるからだ。これで意識するなという方が無理な話である。あなたのことが好きなんです。もしよければ俺とお付き合いしていただけませんか。意を決して理恵子に告白すると、彼女は真っ赤になりながらうなずいてくれた。実は私も初めて会った時から吉川さんのことが気になっていたんです。そうじゃなければ両親の店に連れて行ったりしないです。そう答える彼女の顔はさらに赤くなっていく。つられて俺の方も熱を持ち、心臓の鼓動が大きくなっていった。彼女に聞こえてしまわないだろうかと思いながら胸を押さえると、彼女がくすっと笑みをこぼす。俺たちはそのまま食堂へ行き、育ての両親に交際を報告することにした。驚かせてしまうだろうか、それとも娘はやらんなどと言われてしまうだろうか。しかし予想していた反応とは全く違っており、二人はやっとくっついたのかと言わんばかりの呆れ顔で祝福してくれたのだった。さらに2年が経ち、俺は日本に帰国することになった。隣に理恵子の姿はない。ぼんやりと頬杖をつきながら飛行機の窓の外に視線を向ける。アツシさん。空港に着くと明るく俺の名前を呼ぶ声が聞こえてきた。もう吉川さんではない。彼女も同じ名字になったのだから。声の方向に顔を向けると、お腹の大きな理恵子が俺に向かって手を振っていた。俺たちの交際は順調に進み、籍を入れて幸せに暮らしていた。そんな矢先、理恵子の妊娠が発覚したのである。彼女は産休を取るまでベトナムで働き、今は出産に備えて先に日本に帰国していた。私はこっちで産みたいと思っているの。ダメかな？はじめはそう言っていたが、彼女の育ての両親が日本で産んだ方がいいと説得し、俺の実家に身を寄せて出産の日を待つことになったのだ。大丈夫なのか？臨月なのに出迎えなんて。お腹はどうだ？どこかにぶつけたりしていないか？全然大丈夫よ。心配しすぎ。お母さんとお父さんもついてきてくれているし。そう理恵子が笑い、後ろにいた俺の両親もうんうんとうなずく。そうかと安心した俺は彼女と手をつなぎ、帰ろうかと口にしたのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。高卒はお子様ランチだって。涙ぐみながらそう訴えてくる女子社員。以前から彼女の教育係のことは聞いていた。しかしそれでも頑張るという彼女の言葉を信じて見守る姿勢をとっていたが、どうやら間違っていたらしい。高卒は子供と一緒だから、あなたはお子様ランチでも食べなさい。そう言って強制されたそうだ。さすがにこれ以上は放置できない。俺はちょうど一緒にいた幹部たちと共に乗り込むことに。私の親友の娘にお子様ランチを強要したらしいな。俺の言葉を聞いた教育係が顔面蒼白になった。この後、俺たち全員の未来を変えることが起きることに。俺は三浦直人。アプリ制作会社で働く独身だ。俺には高校からの親友がいる。直人ならいつかすごいアプリを作りそうだよな。学生時代、俺のみんなの役に立つアプリを作りたいという夢を周りに話すと、オタクだとバカにされたものだ。当時の俺はいわゆる陰キャで、からかいやすいというのもあるのだろう。周りからは笑われてうつむくしかなかった俺を、森山和也が肯定してくれた。
ナオトの作ったアプリ、俺も使ってみたいな。そう言って、俺の夢を応援してくれたカズヤ。それどころか、ナオトの作ったアプリ、俺がいろんな会社に宣伝して販売するぞ。とまで言ってくれ。いつだって俺の背中を押してくれた。そんな彼だからこそ、結婚が決まった時は心の底から喜んだものだ。ナオト、俺結婚することになった。親友であるお前には一番に紹介したいんだ。紹介された彼女はとても綺麗な人で、顔が整っているカズヤと並ぶと、あっけに取られるものがある。しかし、性格は気さくで、俺ともすぐに親しくなった。交流すればするほど彼女の良さに気づき、そんな二人ならきっと幸せな家庭が築ける。そんな風に思うことができた。ナオトおじさん、遊んで。わかったわかった。二人が結婚し、子供が生まれてからは家族ぐるみでの付き合いがあった。俺自身は恋人すらいないが、カズヤの家族をそばで見守るだけでも十分なほど幸せをもらえていたのだ。しかし、そんな日々が突然終わりを告げる。カズヤたちが、俺の元に来た知らせ。それはカズヤ夫婦が交通事故で他界したというものだった。どうやら運転中にハンドル操作を間違え、ガードレールに突っ込み、そのまま。カズヤ夫婦の単独事故だと言われており、運転席のカズヤと助手席の彼女は二人揃って帰らぬ人に。大好きだった二人を同時に失い、もちろん俺は悲しんだ。しかし、俺以上に悲しいはずの二人の娘たち。もし、俺たちの身に何かあったら、娘たちのことを頼む。以前から、カズヤに、いざという時は、未成年後見人になるように頼まれていた。そのため、俺がカズヤたちに代わって、娘たちを育てるため、彼女たちを引き取ることに。あれからもう、4年か。そんなことがあったのは、今から4年前の話だ。まだ子供だった娘たちは、すっかり大きくなっている。ナオトおじさん、ちょっと相談があるんだけど、いい？ああ、もちろんだ。長女の森山遥は、一言で言えばしっかり者だ。自分のことは自分でやり、将来のことも考えて物事を決める。全く手のかからない性格で、少し寂しくも安心して育てることができる。私が千夏を守る。事故当時、まだ高校1年生だった遥か。両親を同時に失い、悲しいはずなのに、妹の千夏のためにと、早く悲しみから立ち直った。そして自分の将来のために前進する姿は、前に進み続けていたカズヤによく似ている。はるか、将来はどうするんだ？はるかなら、どんな大学でも行けると思うぞ。ううん、私、就職しようと思っているの。俺としては、大学に行ってほしいと思い、進学を進めた。しかし、はるかはそれをきっぱりと断った。遠慮しなくていいんだぞ。俺自身、しっかり稼いでるんだし、カズヤたちが残してくれたお金もあるから、進学資金は十分にある。それは、千夏に使ってあげて。私は入りたい会社もあるから。そう言って、はるかは高卒で就職することを選んだ。正直、もったいないと思う心もある。はるかは成績優秀で、それこそ有名大学を狙えるほどの実力がある。とはいえ、はるか自身がしっかりと考えて決めたことだ。わかった。はるかがその道を進むと決めたなら、俺はそれを応援するよ。かつてカズヤに応援してもらったように、俺はハルカのことを支えることにした。希望通りの会社から内定もらえたよ。そうか。よかったな、ハルカ。お姉ちゃん、おめでとう。ハルカが就職したのは、俺とも関わりの深いアプリ会社だった。現在この会社では、受験生をターゲットにした学習アプリの制作を行っている。
そのため、はるかくらいの年齢の意見も参考になるらしく、積極的に関わらせてもらえてるとのことだ。ん？あれは？ランチタイムに会社の外で他の社員に連れられて歩くはるかの姿を見ることもしばしばあった。はるかなりに頑張っているのだろう。必死に他の社員に食らいついている姿も見かけた。頑張れ、はるか。基本的には会社内では彼女に声をかけることはない。本人の自主性を重んじて、あえて遠くから見守っている。きっと、はるか自身も俺の干渉を望んではいないだろう。俺も、はるかに負けないように、頑張るか。日々奮闘するはるかの姿を見て、俺も励もうと仕事に向かった。はるか、どうした？あ、おじさん。ずいぶんと元気がないが、何かあったのか？ある日、俺は、しょんぼりと肩を落としているはるかを見かけた。ここまで落ち込んでいる彼女は見たことがない。そのため、心配になってしまったのだ。実は、教育係の係長と、反りが合わなくて。それで、ちょっと悩んでたの。確か、はるかが所属している部署の係長は、桑原直さんだ。それを思い出し、俺は思わず苦笑する。桑原さんは、能力は高いが、性格がきついことで知られている社員だ。周りに完璧を求め、少しでもミスをすれば強い叱責をするという噂を聞いたことがある。なかなか認めてもらえなくて、毎日怒られてるの。気落ちしたように言うはるか。そんな彼女の様子を見て、俺は詳しい話を聞くことにした。私が高卒なのが気に入らないみたい。はるかの話によると、質問があって聞こうとしても、そんなこともわからないの？俺だから高卒底辺は、と言ってくるらしい。それだけでなく、何かにつけては高卒底辺だとはるかを見下すそうだ。他にも、こんなこともできないなんて無能ね。どうせ大学に行ける頭がないから進学できなかったんでしょ？そう言ってくるとのこと。仕事を教えてくれるのは本当にありがたいんだけどね。教え方は厳しいが、その内容は勉強になる。だから、なんとか食らいついているが。毎日そんなこと言われちゃうから、ちょっと疲れちゃって。そう言って苦笑するはるか。桑原さんが毎日のように説教していることもあり、なかなか周りも話しかけてくれない。そのため、はるかは孤立状態にあり、誰にも悩みを話すことができない状況とのこと。はるか。困ったように笑うはるか。なかなか会社に馴染めない様子に、俺は心配になった。それと同時に、俺は社会人になりたての頃を思い出す。俺も人間関係で苦労したな。今ではそれもいい経験になったけど。俺がそう言うと、はるかは聞きたそうな顔をする。そんな彼女の表情を見て、俺は昔のことを話すことにした。俺はいわゆる陰キャで、初対面の人にはどうしても緊張してね。そんな俺だから、先輩たちにバカにされたもんだ。特に上司には、仕事はできても陰キャじゃ相手になんないな、と言われたものである。その上司は言い方は悪いが、考えが古い人間なので、体育会系のノリを大事にする人だった。だからこそ、俺のような人間を内心嫌っていたのだろう。それこそ、嫌がらせのようなものを受けることもあった。それで、一人で悩んでたら、和也に助けられたんだ。俺の異変に気づいた和也が証拠を集め、弁護士に相談してくれた。そこまでしてくれたならと、俺も弁護士に訴える決意をした。その結果、上司は解雇されて、俺は自分の仕事に集中できるように。それにより俺は仕事で成果を出し、周りからも認めてもらえるようになった。お父さんらしいな。それにしても、おじさんにもそういう頃があったのね。俺の話を聞いたはるかは、少し笑いながらそう言う。どうやら俺のやりとりで、少しだけ
元気を取り戻したようだ。よし、ちょっと辛くても負けずに頑張るわ。あまり無理するなよ。辛い時は周りに助けてもらうんだ。うん、ありがとう。でも訴えるほどじゃないし、それに千夏だって頑張ってるんだから。千夏は現在大学受験の勉強に取り組んでいるところだ。私、将来弁護士になりたいの。少しでも困っている人を助けたいんだ。そう言って毎日勉強をしている千夏。そんな妹の前で情けない姿を見せたくないらしい。そっか、はるかがそう決めたなら俺は今まで変わらず応援するだけだ。だけど一人で抱え込まずきちんと話すんだぞ。うん、その時はよろしく。俺は気丈なはるかを見守ることに徹することにした。俺のそんな考えを察したのか、はるかは、まあ見てて、と笑顔で言う。それに俺は微笑み返した。その日の夜のことだった。ねえおじさん、お姉ちゃん仕事うまくいってる？千夏からそう尋ねられた。どうやら彼女も姉が落ち込んでいることに気づいていたらしい。ああ、人間関係で少し悩んでるみたいだ。そうなんだ。お姉ちゃん負けず嫌いなところあるから、ちょっと気にかけてあげて。頑張りすぎて倒れちゃうかもしれないし。どこか心配そうに言う千夏。私から言っても、あんたは勉強に集中しなさいって言われそうだし。さすが姉妹。お互いの考えは分かっているし、同じように相手を思っているようだ。ああ、もちろん。はるかのことは俺に任せて。千夏は自分のことに集中しなさい。わかった。お姉ちゃんのこと、よろしくね。俺の言葉に笑顔でうなずく千夏。千夏自身も自分は勉強に集中する方が、はるかを安心させることができるのを自覚している。そのため、千夏は今まで通りに勉強に励むことにしたらしい。そんな千夏を応援しつつ、二人が安心して取り組めるように支えようと決意した。それからしばらくして、ある日、はるかがいるプロジェクトチームがランチミーティングに出ていくのを見送る。さりげなくチームのことを聞いてみれば、新人ながらはるかは打ち解けようと頑張っているらしい。そのため、俺は温かく見守っていた。しかし10分後、はるか？俺も食事に行こうとしたとき、涙ぐんだはるかが帰社した。それを偶然にも見つけた俺は、慌てて彼女に声をかける。おじさん。俺の顔を見た途端、今にも泣きそうな表情を浮かべる。それでも泣くまいと涙をこらえるはるか。何があった？話を聞かせてくれ。俺がそう問いかけると、はるかは戸惑いながらも事情を話してくれた。どうやらランチミーティングで嫌がらせを受けたらしい。会社の近くにある手頃な価格のお店に入った桑原さん率いるチーム。そこでそれぞれメニューを頼もうとした時だった。森山さんのはもう決まってるわ。そう言って、はるかにはわからないように勝手に注文したらしい。その様子にはるかは、私は初めて来る店だから、おすすめを注文してくれたのだろうと思っていたそうだ。しかし、運ばれてきたのはお子様ランチ。それに動揺しているはるかに、桑原さんは、高卒はお子様ランチだって。そう告げてきたとのこと。まさか、こんなところで嫌がらせをしてくるとは思わなかったはるかは硬直。そんなはるかを見て、桑原さんは、ニヤニヤと笑っていたらしい。高卒は子供と一緒。だからあなたはお子様ランチでも食べなさい。そう言ってはるかにお子様ランチを強要しようとしてきた。周りは上司である桑原さんに遠慮し、何も言えない状態。そんな空気に耐えられず、はるかは店を飛び出したとのこと。皆さん、申し訳ないが、わがままに付き合ってくれませんか。俺は後ろを振り返り、一緒にいた幹部たちに問いかけた。もともと今日は親交を深めるために幹部みんなで
食事をとる予定だったのだ。俺の言葉に幹部たちは、ぜひ付き合わせてください。構いませんよ、と笑顔でうなずいてくれる。それに感謝し、俺は一緒にいた幹部たちを引き連れて店に乗り込むことにした。お邪魔させてもらうよ。え？店の片隅で何やら盛り上がっている桑原さんたち。そんな彼女たちに声をかければ、不思議そうな顔で振り返る。そして、俺の顔を見た途端、驚きに染まる。三浦執行役！そう、俺は実は、はるかが働く会社の執行役員を務めている。驚愕の表情で、慌てて挨拶をしようとしてくる彼女に、俺は笑顔を向けた。私の親友の娘に、お子様ランチを強要したらしいな。え？親友の娘？ああ、彼女は俺の親友の娘で、俺が未成年後見人を務めていた。俺も遥も今までこの事実は会社関係者に話してこなかった。そのため、このことを知っているのはごくわずかなのだ。後見人？森山さんが三浦取締役の？俺と遥の関係を知り、みるみると顔を青ざめさせる桑原さん。ブルブルと震え始めたところを見ると、はるかに嫌がらせをしたことを後悔しているのかもしれない。彼女の両親は交通事故でこの世を去った。本当にいいやつだった。幹部の中にも彼女の父親にお世話になった者もいる。俺の言葉に後ろにいる幹部の一部がうなずく。彼らは和也とも親交があり、わざわざ俺が言わなくても状況を察してくれている。そんな状況でも妹のためにと進学を諦め、献身的な遥かを俺は尊敬している。一方で君はどうだ？学歴だけで判断し嫌がらせをする。一体どういうつもりだ？俺はプロジェクトチーム全員の前で桑原さんに説教をした。チームメンバーは彼女をかばう様子はなく、俺たちの後ろにいる遥のことを気遣うような視線を向けている。チームの目標は、受験生一人一人に寄り添えるアプリを作ることだ。その受験生には、それぞれの背景があるし、受験の目的もいろいろあるはず。それなのに、偏見を持ったまま、仕事に取り組んでいていいのか？俺がそう叱ると、桑原さんはうつむいた。やがて立ち上がると、はるかの前に立つ。あなたの事情も知らず、馬鹿にしてしまって、本当にごめんなさい。そして、深々と謝罪する桑原さん。そんな彼女を、はるかはどこか複雑そうな目で見つめる。今回したことの責任は、しっかり取ります。その言葉で、今回は解散することに。それから間もなく、桑原さんは、会社を退職することになった。本当に辞めてしまうのか？君のように素晴らしい腕の持ち主を手放すのは会社としては惜しいんだけど。ありがとうございます。しかし今回のことは私にとって恥ずべき行為そのものなのです。これ以上彼女の前にいる資格はありません。桑原さんの意志は固く、彼女は会社を去っていった。桑原さんが退職してからしばらくした頃。はるか、何かあったのか？俺ははるかが浮かない顔をしているのを見かけた。また人間関係で悩んでいるかと思い、俺はすぐにはるかに声をかける。私じゃなくて、千夏のことなの。詳しい話を聞くと、どうやら千夏が受験勉強でピンチに陥っているそうだ。苦手な分野があるらしくて、このままでは落ちるかもしれないらしいの。千夏が目指している大学では、その苦手分野は必須となっている。千夏自身も何とか克服しようとしているが、なかなかうまくいかず悩んでいるらしい。私と千夏だと勉強方法とかも全然違うし、どうやって教えたらいいのかわからなくて。はるかの言葉に、俺も一緒になって悩んでしまう。俺もどちらかというと、
はるか寄りの考え方なのだ。何より俺は弁護士の勉強なんて一切してこなかった。そのため、俺から教えられることがないように感じる。ちょっと周りにも聞いてみるよ。そうしてくれると嬉しい。困ったように笑うはるか。それから俺は周りに相談するように。そこで教えてもらった方法を試してみるも、千夏にはピンとこないらしい。はるかの方もうまくいってないらしく、俺たちは頭を抱える羽目に。そんな俺たちの前に意外な人物が現れた。お久しぶりです。桑原さん。それは退職した桑原さんだった。どうやら元同僚から、はるかの妹が受験でピンチだと聞いたらしい。そこでその同僚経由で俺の元を訪ねてきてくれた。私に家庭教師を任せていただけないでしょうか。何でも桑原さんは大学時代に家庭教師のバイトをしていたそうだ。その頃にいろんな生徒を相手にしていたこともあり、ある程度対応できるだろうとのこと。じゃあお願いします。まっすぐ真剣な目。それを見て俺は桑原さんからの申し出を受け入れた。桑原さん、教え方すごい上手なんだよ。桑原さんは誠心誠意千夏に勉強を教えてくれた。家庭教師として真剣に千夏の勉強をサポートしてくれており、俺は日々感謝していた。それを正直に伝えると、そんな感謝なんてしないでください。これは遥香さんへの償いでもあるんですから。どうやら桑原さんは罪滅ぼしをしたいという気持ちがあるようだ。すっかり様子の変わった彼女は気になり、俺は過去のことをつい聞いてしまった。実は私、母子家庭なんです。桑原さんは父親を事故で亡くしており、女手一つで育てられたらしい。彼女の母親は毎日朝から晩まで働いていた。彼女の母親がそこまでしたのは、桑原さんに大学に行ってほしいという考えがあったそうだ。だからこそ、彼女は努力に努力を重ねて、それなりに有名な大学に進んだ。そのせいか、大学に進まないのは甘えだと思っていたんです。そんな考えがあり、高卒で働き始めた遥のことを見下していたらしい。それで自分に甘い人間が社会人としてやっていけるはずがない。いつか私の足を引っ張るかもしれない。そんなことばっかり考えるようになって。彼女の母親は現在、それまでの無理がたたって入院しているとのこと。だからこそ、今は足を引っ張られるわけにはいかない。そして自分の障害になりそうだった遥香のことを敵視していたそうだ。あの日、遥香さんの事情を聞いて、私、何も分かっていないことに気づいたんです。遥香は妹のために自分は就職の道を選んだ。それとは逆に、母のために進学の道を進んだ桑原さん。お互いに、道は違えど、誰かのことを思って選んで努力してきた。それをあの日に思い知って、自分が今までしてきたことがすごく恥ずかしくなったんです。そう言って、どこか恥ずかしそうに微笑む桑原さん。会社で見た時の彼女は、どこかピリピリした様子があった。しかし、今の彼女は楽しそうに家庭教師をしていることもあり、とても好ましい雰囲気を出している。これからも、千夏のことよろしく頼むな。ええ、こちらこそ。それから数ヶ月後、桑原さんのサポートを受けた千夏は、やった!私受かったよ!無事に苦手を克服して、第一志望の大学に合格した。おめでとう、千夏。満面の笑顔で報告する千夏に、遥香は涙目になりながら喜ぶ。そんな姉の姿に、千夏は少し照れながら微笑んだ。力になれてよかったわ。その様子を見ていた桑原さんも嬉しそうに笑いながら言う。桑原さん、本当にありがとうございます。桑原さんのおかげで千夏も無事に夢に進めた。本当に感謝しかないよ。
俺と遥はそんな彼女に心からの感謝を伝えた。すると桑原さんは一度だけ驚いたような顔をする。こちらこそありがとう。そして再び笑みを浮かべた。それから数日後、俺は桑原さんをランチに誘った。どこに行くんですか？俺の馴染みの店だよ。そこに人を待たせてるんだ。そしてたどり着いたランチ会場。そこには、お久しぶりです、桑原さん。少し痩せました？ダメですよ。自分の体をいたわってあげないと。どうしてみんなが？遥をはじめとした元同僚たちが勢ぞろいしていた。何も知らされていなかった桑原さんはびっくりしている様子だ。今回君がしてくれたことを話そうと思ってね。そしてこの場で俺は千夏の受験で桑原さんが尽力してくれたことを詳しく説明した。どれだけ千夏を支えてくれたか。どんなに千夏が泣き言を言っても彼女は見捨てなかった。千夏に寄り添い優しく励ましていた。姉ではない、他人だからこそ話せることもある。桑原さんがいたからこそ千夏はここまで頑張ってこれたのだ。本当にありがとうございました。遥かからも改めて桑原さんに対してお礼の言葉を述べる。私、あなたにひどい言葉を言ってしまった。その償いとしてやっていただけだから、お礼なんて。確かにひどい言葉を言われたこともありました。それでもあなたに食らいつこうとしたのは、桑原さんみたいに能力の高い人になりたかったからです。その言葉に桑原さんは驚いたように遥を見る。それは自分たちもです。桑原さんみたいになりたくて俺たち必死についていったんですよ。遥の言葉に続くように元同僚たちが次々に桑原さんのことを慰める。それに桑原さんは完全に硬直していた。桑原さんの能力の高さは本物です。改めて君を高く評価しているんだ。三浦執行役、どうか会社に戻ってきてほしい。俺はそう言い、桑原さんに頭を下げた。俺の行動に目を丸くしていた桑原さんは、俺と同じように頭を下げる。ありがとうございます。こんな私で、よろしければ。その言葉に、同僚たちが嬉しそうな顔をする。本当ですか、桑原さん。俺、桑原さんにもっと教えてほしいと思っていたんです。桑原さんの復職を、他の社員たちも大歓迎してくれた。誰もが彼女を歓迎しており、反対する意見は何一つない。みんな、ありがとう。そんな様子に桑原さんは感涙した。その後間もなく、桑原さんはうちの会社に戻ってきた。また、係長からという話もあったが、一からやり直したいという本人の希望もあり、イラ社員からの再出発だ。とはいえ、彼女しかリーダーを任せられないから、プロジェクトリーダーに抜擢させてもらったけど、うん、桑原先生だったらリーダーにぴったりだと思う。桑原さんの復帰を喜んだのは、千夏もだった。千夏は桑原さんを尊敬しており、彼女の期待に応えようと今も頑張っている。そんな桑原さんがリーダーとして働くチームは、また一丸となり、仕事に取り組み始めた。桑原さんのもとでもう一度仕事ができて嬉しいわ。はるかも楽しそうに毎日仕事に向かっている。そんな姿を見送りながら、俺も仕事に励むことにした。それから間もなく、桑原さんが率いるチームがついにアプリ開発を成し遂げた。千夏さんの話を聞いてみて思ったんです。受験は孤独な戦い。その気持ちに寄り添いたいって。うちのチームは他者との差別化を意識したもの。勉強だけでなく、悩みや辛い気持ちを吐き出せる機能をつけた。
悩みを共有して支え合えるか。桑原さんとパルカらしいアプリだな。彼らが生み出したアプリは、受験生の孤独に寄り添うアプリとして高い評価をもらうことに。その結果、あっという間にアプリは大流行した。あちこちで使われているわよ。後輩や友達の弟とかが使ってるんだって。大学に通い始めた千夏も楽しそうにそう話していた。実際、受験者の喜びの声が届いており、開発チームも嬉しそうだった。昔、お父さんからおじさんのこと聞いたんだ。え？ある日、はるかから意外な話が出て、思わず目を丸くする。おじさんはすごい人で、みんなの役に立つアプリを作れるんだって。なんか恥ずかしいな。和也のやつ、そんなこと言ってたのか？確かに、昔から俺のことをすごいやつだとは言っていたが、まさか娘にまで言っていたなんて。でも実際すごいもの。このアプリ作ったのもおじさんなんでしょ？そう言い、はるかはスマホ画面を見せてくる。それは俺が新入社員時代、和也のおかげで人間関係が改善した頃に作り上げたものだ。日常生活とゲームを絡めたもので、当時大流行した。そして今でも定期的にアップデートを続けており、多くの人が使ってくれている。それを知ったから、私、おじさんみたいな人になるって決めたんだ。だから、高卒で働くと決めたとき、真っ先に思いついたのが、うちの会社だった。おじさんみたいになるために、小さい頃からプログラミングを学んだのが、無駄にならなくてよかった。そう言って、輝くような笑みを浮かべるはるか。一方で、まさか俺を目指していたとは思っておらず、俺は照れ笑いをしてしまう。あ、おじさん照れてる。うるさい。今度は、年相応の表情で笑う姿を見て、俺はこの笑顔を守れてよかったと思った。次は、こんなアプリを開発しようと思ってるんです。なるほど。意外性もあるし、なかなか面白いと思う。ぜひ、頑張ってくれ。はい。あれから、桑原さんのチームは満足せず、新しいアプリ開発に勤しんでいる。はるかは現在、桑原さんの右腕として頑張っているそうだ。桑原さんが千夏をサポートしたように、私が桑原さんのサポートをするんだ。はるかがそう言い、それに桑原さんも頼りにしているわ、と答えていた。復帰した彼女は、すっかり変わっている。性格に難ありと言われるほどきつかった物言いは、なりを潜め、常に周りを気にかけるように。そして、時には優しく、時には厳しく、部下に接することで、ますます慕われるようになったようだ。これなら、出世も近いな。きっと、彼女はすぐに、元の地位、いや、それ以上の役職に就くだろう。その日が楽しみだな。さまざまな意見を交わし、白熱した会議をするアプリ開発チーム。そんな彼女たちを、俺は改めて誇りに思う。桑原さん、ここなんですが。面白い意見ね。でも、そうなるとこっちが。なるほど。チームは一度崩れかけていたけれど、そこから再び立ち直り、こうして大成功を収めた。嫌がらせをし、それを受けていた二人は、すっかり意気投合し、より良いものを作ってくれる。俺も、久々に何か作ろうかな。なんだかアイディアが浮かんできた。人は誰でも罪を犯す。時には勘違いで、時には生まれ育った境遇の関係で。しかし、その罪を許し、関係を再構築できるのだ。桑原さんを許し、妹を任せた遥の行動は、まさにその典型だった。さすが、和也の娘だ。そうつぶやき、俺は早速パソコンを開く。すると、
何か思いついたんですか？よければお手伝いさせてください。俺がアプリ開発に取り組もうとしたとき、幹部の一部が声をかけてきた。彼は今まで一緒に頑張ってきた仲間だ。そんな仲間とアプリ開発ができることに違いもなくワクワクする。俺たちも負けてられないぞ。今後も同僚たちと強い信頼関係を築いていこう。そう決意しながら、俺は頼もしい仲間と共に、みんなの役に立つアプリを開発しようと、パソコンに向かった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。相変わらず貧乏臭い服着てるのね。身の丈に合わないから帰んなさいよ。おい、なんだよその言い草。お前も昔から変わっていないんだな。妻と買い物に来た先にいたのは高校の時の同級生。昔から妻を見下しバカにしていた女だ。いい？ここのブランドはオートクチュールで、一着何万とかの話じゃないのよ。年中ジャージ女に変えるわけないでしょ。鼻で笑い、俺たちを返そうとする目の前の女に俺は苛立ちが隠せなかった。変えるわよ、お金がないわけじゃないもの。妻はにやりと笑い、さっきまで俺たちをバカにしていた女は呆然としていた。俺の名前は田中修二。2年前結婚した妻のひろ子と一緒に会社を経営している。夫婦仲は良好で公私ともに順調だ。そんな妻との出会いは高校。同じクラスだったひろ子は地味ながらも目を引く女性だった。誰も気づかないような気遣いを自然とやってのけて、それを鼻にもかけない。そんな内面の美しさに惚れて付き合い始めた。そんな彼女だが、唯一の欠点は微塵も自分の身なりに気を使わないことだった。常にジャージで化粧っ気もない。別に職業柄動きやすいのが一番なので、普段はそれでも構わないし、欠点というほどの欠点でもないが、ちょっといいところに食事に行こうと思うと服もないし困りものだ。まあそんな飾らない彼女が好きで一緒にいるわけなのだ。ひろ子は学生の頃もジャージでほとんどを過ごしていた。式典や制服を着る学校行事の時だけ制服を着る程度。同級生からはジャージの人と呼ばれるほどだった。そんな彼女とは2年生の時に同じクラスだった。最初はなんで常にジャージなんだくらいにしか思っていなかった。しかし1年同じクラスで過ごしていると、彼女の良さがどんどん目について、俺は目が離せなくなっていた。誰かがポイ捨てしたゴミを何も言わずに片付けていたり、誰もやりたがらない面倒な仕事を押し付けられても文句も言わずに完璧にこなしていた。そして文化祭の時、みんな何かと理由をつけて準備をサボるのだが、ひろ子は一人で黙々と最後まで残って作業をしていた。ある部活の帰り、たまたま教室に忘れ物をして取りに行った時に、その姿を見て俺はひろ子に惚れてしまったのだ。夕方の教室、夕日に照らされて黙々と楽しそうに作業するひろ子は本当に綺麗だった。自分で言うのもなんだが、俺は高校時代はよくモテた。勉強もそこそこできたし、サッカー部でもキャプテンをしていた上に容姿もそれなりだった。というのもサッカーや勉強はもともと得意な方だったが、中学の時、修二くん何でも完璧にできるけど見た目だけが残念だよね。わかる、あれでイケメンだったら付き合いたかったな、などと噂している女子の話をうっかり聞いてしまったのだ。そこで中学を卒業して高校に入学するまでの春休みを使って高校デビューに備えて外見を磨いた。結果として高校デビューは大成功で、男女問わずモテるようになった。最初は嬉しかったが、どんどん嫌気がさしてきていた。結局みんな見た目に左右されて中身のない人ばっかだ。そう思っていた時に、ひろ子のそんな姿を見て放っておけなくなった。俺から告白した時も、なんで？あなたの周りにはもっといい人いるでしょ。そう言って最初は振られ、
5回の告白の末にようやく付き合うことができた。ほんと物好きね。修二の周りには可愛い子たくさんいるじゃない。私は可愛くなろうとか努力する気はないわよ。見た目にとらわれて中身がなくなるのが嫌なの。今の私に見た目を気にする余裕はないわ、というのがひろこの口癖で、いつも一生懸命だった。ジャージでいるのもひろこが時間を惜しんで努力をしている証だったし、そんなひろこが俺は好きだった。しかしそんなひろこを常に見下し嫌がらせまがいのことをする女がいた。木村ひとみ、地元の議員の娘で容姿端麗、読者モデルとしても活躍していた。そんな木村は常にジャージでいるひろこのことを見下していた。やだ、何その格好。そんな薄汚いジャージで近寄らないでよ。常に取り巻きに囲まれてひそひそと悪口を言っていた。なんか貧乏臭い匂いがすると思ったらジャージ女じゃない。貧乏が映るから出てってくんない。木村、その言い方はないだろ。あ、見る目のない田中くん、なんでこんなのと付き合ってんの。趣味悪い。クスクスと笑う木村とその取り巻きに何かを言い返す前に、いつもひろこは俺を止める。いいのよ、気にするだけ時間の無駄だわ。そう言って俺の手を引き教室を出る。しばらく歩くと、あんなの気にする方が調子に乗るわ、放っておいていいのよ。そう言って俺の手を離した。そして悠然と微笑んで、でもかばおうとしてくれてありがとう。大事にしてくれてるの伝わったわ、と言ってどこかへ去って行ってしまった。俺は少し呆然としてその言葉を飲み込み、気づいた時にはひろこはもういなかった。その時から木村が何か俺たちに言っても何も気にならなくなった。そしてゆるゆると高校生活を過ごし、卒業後はそれぞれの道へと進んだ。その間も俺たちは確実に関係を深めて、大学3年の夏、一緒に何かやろうと会社を立ち上げる準備をして、大学卒業と同時に2人で会社を立ち上げて軌道に乗ったのが2年前。そのタイミングで結婚して、経営も安定して落ち着いてきたので、どこかゆっくりと食事をしようと話していた。そのジャージ姿も俺は好きなんだけど、せっかくいいところに食事に行くんだ、今後もそういう機会はあるだろうし、一着くらい綺麗めな服をプレゼントしてもいい？ひろこの誕生日にそう提案すると、最初は、もったいないよ、別にいいのに、と難色を示していたが、このブランドがひろこに似合いそうなんだ、オートクチュールの一点物にこだわってて、とカタログを見せると、素直にそれを読み込んで満足したような顔で、このブランドならいいかも、行ってみたい、と買いに行く意思を示してくれた。鉄は熱いうちに打て。ひろこの気が変わる前にと、その場で店舗に行く予約をし、その日を待ち望んだ。そしてその日、仕事終わりにジャージのままその店に行くと、店員さんが快く迎えてくれた。田中様、お待ちしておりました。すみません、仕事終わりなものでこんな格好で。大丈夫ですよ、フィッティングやご注文は個室で行いますので、こちらへ、と重厚そうな扉の奥へと案内してくれた。ひろこは少し恥ずかしそうに、大人になったって実感するわね、さすがにジャージだけじゃもうまずいか、と頬をかいた。それに対して店員さんが、それだけ真摯にお仕事されてきたんですね、そんなお客様のご洋服に当ブランドを選んでいただき光栄です、と微笑んでブランドコンセプトやオーダーについての説明をしてくれた。このブランドは一人一人に合わせた人生の一着を、というコンセプトのもと、職人の手作業による仕立てにこだわっていて。へえ、こだわって物を作る企業なんて珍しいわね、特にお洋服で、と興味を示したのがこの店の決め手だった。楽しそうに説明を聞き、ニコニコとオーダーを悩むひろこはとても愛おしかった。ひろこ、気に入ったのはあった？せっかくだから気に入ったのは全部注文しよう。あまりに楽しそうに目移りしているので、たまらずそう言うと、おずおずと、本当に？ジャージ以外の服はここで揃えたいくらいだわ、といくつかサンプルを手に取り体に合わせていた。その隙に俺は店員にこそりとお願いをした。店員さん、カバンや財布もあれば見せてやってください。彼女があんなに楽しそうに自分のものを選ぶの初めてなんで。かしこまりました、
すぐにお持ちいたします。と、店員は内線で電話をかけ、注文表の用意をしに少し席を外した。しばらくすると、ノックの音とともに、失礼いたします。カバンなどのサンプルを。は?と言って、入ってきた店員に見覚えがあった。なんであんたたちが?むすっと不機嫌そうに俺たちを見比べる店員の胸には、木村と書かれた名札があった。ありえないわ。なんでこんな客通したのかしら。相変わらず貧乏くさい格好してるのね、ジャージ女。と、サンプル品を載せたカートを乱雑に個室内に入れる。木村、お前も相変わらずなんだな。俺は思わずため息をついた。ひろこはそこまで気にも留めていないが、せっかく楽しい気持ちで買い物してたのに、ぶち壊された気分だ。身の丈に合ってないから帰ったら?ここの服高いのよ。あんたたちに買えんの?そう言って腕を組んだところに、先ほどの店員が帰ってきた。ちょっと、木村さん、なんて態度。申し訳ありません。慌てて頭を下げようとするその店員を、ひろこは制した。気になさらないで。悪いのは彼女であって、物や店に罪はないわ。サインするから予約表ください。涼しい顔をして、先ほど決めた注文をまとめるよう告げるひろこに、木村は逆上する。あんた分かってんの?ここの服高いって何万で済む額じゃないのよ。年中ジャージの貧乏人に買えるわけないじゃない。そう言って見下す木村をよそに、ひろこは予約表の欄をサクサク埋めていった。買えるわよ。お金がないわけじゃないもの。お会計はカードでお願いします。と、店員に差し出すカードを見て、木村は唖然とした。は?それ、ひろこが差し出したのは、今日の買い物用にと俺が渡していたブラックカード。上限額なしのそのカードに、木村は驚きを隠せないようだった。残念だけど、私は好んでジャージを着てるだけで、お金がないわけじゃないのよ。いいのか、ひろこ。もちろん。だってこの店はとても気に入ったもの。そう言って、先ほど木村が乱雑に置いたカートからカバンや靴を見て、ごめんなさい、これも追加していいですか?と、和気あいあいともう一人の店員と話をしている。木村はその姿を見て立ち尽くしていた。お前、昔から変わらないのな。ひろこの何がそんなに気に入らないんだ。そう声をかけると、うるさい。そう一言吐き捨てて部屋を出て行った。実は俺たち夫婦は、DIY 関係の会社を立ち上げており、YouTube でも発信をしていた。ひろこの父が大工で、もともとひろこはものづくりが好きだったのだ。そして、大学は建築学科に行き、いろいろ学んだ結果、私の好きなものづくりをもっと身近に感じてもらえたらいいのに、という考えに至ったので、俺が、じゃあひろこが広めたらいいよ、と提案した。大学の時から細々と発信を続けて、卒業前にはチャンネルも軌道に乗りつつあったので、俺は起業を提案し、YouTube を中心に DIY キットの考案やワークショップなどをして、ひろこはものづくりを楽しんでいる。俺はひろこのその姿が好きで、ここまでサポートしてきたし、これからも続けるつもりだ。そしてついに、先月、チャンネル登録者100万人を突破し、それがくしくもひろこの誕生日と重なったので、お祝いとしてこの店に来たのだ。ジャージはひろこのトレードマークみたいなものであり、その飾らない姿がチャンネルの人気の理由でもある。はあ、いいもの買えたな。届くの楽しみ。帰り道、ひろこはかなりご満悦な様子だった。まさかあいつに会うとは思ってなかったけどな。まあでも、いい買い物ができたならよかったよ。ああ、木村さんね。まあいいよ。でもよくあの店入店できたね。ひろこは何の気なしにぽつりと言う。あの店、カタログ見せてもらってすごく気になったから調べたの。働く側としてもかなり人気で、倍率高いみたいよ。でもお店のコンセプトには合わないと思うし、なんで通ったのかなって。多分彼女は素で疑問に思っているのだが、意外と辛辣なことをとぼけた顔で言うので、俺は思わず吹き出した。ちょっと、今の笑うとこあった?少しムッとした顔をするひろこ。いや、だって結構お前ひどいこと言ってるよ。ひろこはハッとした顔をして、違うの。木村さんは店へのプライドがあるみたいだから、もっと違うブランドの方があって。と、慌てて弁明するのがおかしくて、可愛くて、俺はまた笑った。
ある日の DIY 教室、常連さんから新規の方まで今回も大盛況だ。ありがたいことに最近はこの DIY 教室も抽選にしなきゃいけないほどに人気で、1回の枠を増やすために俺もひろこのアシスタント講師として教えている。一人一人見て回って教えているのだが、この日その中に木村ひとみの姿を見かけた。意外だな、お前こういうの嫌いそうなのに。うるさいわね、これ難しいわ。ブツブツと文句を言いながら、意外にも真面目に取り組む木村は心なしか少し楽しそうだった。ワークショップを終え、形になったところで一息つく。はあ、何これ、めちゃくちゃ難しいわね。でも楽しかったわ。吹っ切れたような笑顔でそう話す木村に俺は笑いかける。はは、そうだろ、確かに簡単ではないけどやりがいもあって。楽しんでもらえたならよかったわ。そう話しているとひろこがやってきた。木村は気まずそうに顔を背ける。あ、これも配送しなきゃだよな、伝票持ってくるな。俺はそう言って立ち上がろうとすると、服の裾を木村につかまれる。それを見て何かを察したひろこは立ち上がり、木村さんはあなたに何か言いたげよ、私が取ってくるわ、と奥に行く。ごめん、私あんたたちに謝らなきゃなんだけど、その前にあんたに話したいことがあるの、二人で。それを確認した木村は真剣な顔をしていった。これだけ書いてくれたら行ってきていいわよ。いつの間にか戻ってきたひろこが伝票を差し出す。あとはこれの梱包と配送で終わりだもの、私がやっとくから。修二、話聞いてあげなよ。木村が書き終えた伝票を受け取ると、ひろこはさっさと俺たちを追い出したので、俺たちは向かいのカフェに入った。少しの重い沈黙。木村はコーヒーを一口飲むと、まずはあの時も今までも本当にごめんなさい。いや、まずは嫁に謝れって思うかもだけど。ペコリと罰が悪そうに頭を下げる木村。いや、ひろこは全然気にしてなさそうだったぞ。俺が気にしすぎなのか、ひろこが無頓着すぎるのか。そう言うと木村は食ってかかるように、そうなの、謝っといてなんだけど、あんたの嫁なんであんなに全てに無頓着なの、とまくし立てる。あ、ごめん、でもこの前の店でのこととか、ワークショップのジャージ女見て気づいたことがあるの。驚いた俺に小さく謝りながらポツリポツリと話してくれた。私ね、高校の時本当は田中が好きだったの、知らないっしょ。実は入学当初から俺に一目惚れしてくれていて、俺に釣り合うために外見を磨き、彼女になりたくて努力をしてくれていたらしい。それなのにいつの間にか年中ジャージの地味な女が俺の隣にいて、わけがわからなかったのだ、という。バカだよね、そんなことしたって嫌われるだけなのに、あんたたちが羨ましかったんだ。大粒の涙を浮かべて話す木村に、俺は何も言えなかった。なんでかな、私あんたたちが YouTube で成功してるのも知ってるよ、チャンネル登録してるし。自虐的に笑う木村。私は市議会議員の娘でお嬢様だし、顔も可愛いし、読モとしても人気になれたけど、一番好きだったあんただけは振り向いてくれなかったな。指で涙を拭うと、でもね、今日実際ワークショップ行って、あんたの嫁には勝てないなーって悟っちゃった。そう言ってコーヒーを一気に飲み干すと、さ、店戻ろ、あんたの嫁にも私謝んなきゃ。すっきりとした顔で立ち上がる木村。俺は慌てて残ったコーヒーを飲み越し、木村を追いかけた。あら、お帰りなさい、早かったわね。ちょうど片付けを終えたらしいひろこが迎えてくれた。遠藤さんと、今は遠藤じゃないんだっけ。出だしでつまずき頬をかく木村に、ひろこは、ひろこでいいわよ、とりあえず座ったら、と椅子を差し出し促す。しかし木村はその椅子に座ることなく、頭を深々と下げた。この前のお店でのこと、高校の時のこと、本当にごめんなさい。言い訳に聞こえるかもだけど、嫉妬でしょ。ひろこはいたずらっぽく笑った。へえ、なんで気づいてたの。木村は驚いてヘナヘナと椅子に座り込む。やだ、気づかれてないと思ってたの。気づいてないのなんてそこの鈍感さんだけよ。そう言って
クスクスとヒロコは笑う。ごめんね、修士。私、多分あなたが思ってるほど綺麗な心の持ち主じゃないよ。俺と木村は顔を見合わせる。気づいてたのよ、木村さんが私にいちいち突っかかる理由。気にしなかったのは、学校で一番綺麗なモデルもやってる木村さんに勝てたって優越感かな。学生の時に木村が俺のことを好きだったのは学年の共通認識だったらしい。気づかれていないと思っていたのは木村だけで、気づいてなかったのは俺だけ。どんな意地悪を言われても俺に選ばれたのは自分だからと、その優越感で何も気にならなかったという。だって私の好きな人は私のことが大好きで、あなたはそこだけは私に勝てなくて悔しかったんでしょ。それが分かってたから何も気にならなかったわ。修士の存在が私の自信だったの。そう悠然と微笑むひろこに俺たちは呆然とする。急に俺は恥ずかしくなって、じゃあ取ってくるわと逃げるように奥へ入る。後ろから木村の、何それ、ありえないと叫ぶ声がしたが、気にしないことにした。お茶のセットを持って戻ってくると、ひろこと木村はなんだか少し仲良くなっていた。あ、田中やっと来た。ひろこめちゃいいやつじゃん。高校時代ほんとバカなことしたなと、お茶菓子のクッキーに手を伸ばす。あ、でもひろこ、うちらもう学生じゃないんだし、普段はよくてもさすがに出かけるときはちゃんとしないと田中に恥かかせるよ。そうよね、ちゃんとしなきゃか。ひろこは悩ましげに腕を組む。よし、あんたのこの前の注文品、来週うちの店舗に届くから。引き渡しは店舗での検品の後だから水曜とかかな。そん時私早番で、夕方来てくれたら仕事すぐ終わるから買い物行こう。木村はそう言って目をキラキラさせる。田中もひろこの気合入った姿見たいっしょ。ひろこ素材いいんだから、ちゃんとしたらもっと美人だよ。少々押され気味に俺を見つめるひろこに、俺はひろこが嫌じゃなきゃついでだし行ってきなよ。ひろこならきっと何でも似合うし、せっかくお気に入りの服買ったなら可愛く着たいでしょ。力強くうなずくひろこに、木村はパッと顔を明るくして小さくガッツポーズをした。あ、やば、もうこんな時間じゃん。今日本当にここ来てよかった。 DIY も楽しかったし、ひろこと田中にもちゃんと謝れたし、泣かしてごめんね、ありがとう。そう言って風のように去っていった。嵐のような女だな。木村さん、ああいうところ可愛いよね。あんな風に素直だったら叶わなかったかも。俺はなんかどっと疲れたが、ひろこは満足そうで何よりだ。実はね、来週木村さんに化粧品選んでもらうの楽しみなんだ。じゃあその日は俺が送り迎えするよ。ひろこの返信早く見たいし、早い時間に解散になりそうならそのままご飯でも食べに行こうか。ありがとうと、ひろこは微笑んで、それがまた綺麗だった。ああ、俺ひろこのこういうところが好きなんだよなと再確認する。ひろこ、愛してるよ。何急に。私も愛してる。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前みたいな出来損ないの嫁とは離婚だ。今すぐ出て行きやがれ。離婚？なんか文句あんのか。20年間身を粉にして働いていたにもかかわらず、一度のミスでブチ切れた夫。本当に私に出て行けって言ってるの？なんだ、聞こえなかったとでも言うつもりか？何度でも言ってやるよ。とっとと出て行け。お前とは離婚だ。出て行けと言われ、木の実木のままで追い出された私。しかし、彼は私が本当に家を出て行って帰ってこないなんて思っていなかったらしい。そして、今後の彼の人生が180度変わってしまうことに、まだ気がついていなかったのだった。私は梅原さとみ。田舎に住んでいる普通の冴えない主婦だ。私の住む地域は古い考え方の人が多く、私の実家の両親もそんなタイプ。女は30歳になるまでには結婚しないといけないというのが暗黙の了解のようになっていて、例に漏れず私も小さい頃からそう言われて育ってきた。
都会の人からしてみれば、今時そんなことを言う両親がいるの？と都市伝説のように思われてしまうかもしれない。しかし、田舎では未だにそんな風習が根強く残っており、それが田舎の常識のようになっている。私は大学卒業後、会社の経理部でバリバリ働いていた。周りの友人たちは大学を卒業して早々に結婚したり、3年以内には寿退社した人がほとんどだった。私の両親もそのつもりだったのだろう。しかし、私は思いのほか経理の仕事が向いていたらしく、すごく楽しく働いていた。学生時代も特に恋愛に溺れるようなこともなかったし、田舎の独特の価値観に苦手意識もあった。そのため、結婚願望なんてそもそも持ち合わせておらず、このまま仕事一筋で生きていくのも悪くないかもしれないなぁなんて思っていた。とはいえ、周りはどんどん結婚していき、半年に一度かそれ以上のペースで結婚式に招待されていた20代前半。それが半ばを超えてアラサーと呼ばれる年代に突入した頃から、両親からの圧力は増していった。あんた、いつになったら結婚相手連れてくるのよ。え？あんたの同級生のユミちゃん。あの子も相手がいないって奥さんが嘆いてたけど、ようやく最近相手が見つかったんですって。そうなんだ。だから、あんたも早く相手連れてきなさいよ。じゃないと本当に行き遅れになるわよ。わかってるって。わかってないから言ってるのよ。あんたね、30超えても独身だったらご近所からなんて言われるか。少しは考えなさいよ。いい相手がいないって言うならお母さんが探しておくから。さとみ、お母さんの言う通りにしなさい。お父さんも探しておくから。ため息の一つでもつきたかったけれど、そんなことをしたら母親の怒りがヒートアップすることは明白。どうにか飲み込んだため息は細く長い息に変わった。こんなことなら都会で就職すればよかった。世間体ばかり気にする両親にそんなことを思いながらも、地元に住み地元で就職した以上、古い習慣に従わないと暮らしていけないのもよく知っている。近所からすでに私が行き遅れになりそうだなんて噂が流れているのも知っていた。両親が嘆く姿はこれ以上見たくない、そう思い、不本意ではあったものの婚活に踏み切ることにした。とはいえ、田舎に婚活パーティーなんてあるわけもないし、結婚相談所のようなものがあるわけでもない。出会いといえばもっぱら職場くらいだろうか。しかし、同年代の男性社員はもちろん既婚者ばかりだし、いいなと思う人も正直いなかった。それか合コン？いや、でもそんなの開催するほど人は集まらないだろうし。そんな中、両親が近所の人の紹介でお見合い話を持ってきてくれたのだった。それが今の夫である正道さんだった。どう？見た目も悪くないし、稼ぎはあるから将来安泰だし、いいと思うんだけど。そうだね。まずは会ってみなさい。話はそれからよ。だけど、お母さん、この人すごくいいと思うの。うん、わかった。彼は大手企業の営業マンで、稼ぎはしっかりしている。見た目もそれなりに清潔感があり、雰囲気イケメンというやつだった。スーツがブランド物で綺麗で好印象。爽やかな、はにかむような笑顔も可愛らしく見えた。恥ずかしながら、今はまだ実家暮らしで、仕事も忙しくて料理も苦手なので、サポートしてくれる女性を探しているんです。恥ずかしそうにそう言った正道さんに、深く考えることもなく年貢の納め時だろうと思って交際を開始。近所の人が紹介してくれたため、当たり前だが、正道さんの家も同じ市内だ。何があってもすぐに自分の実家に遊びに行けるし、なんて軽く考えていた。年齢と世間体への焦りもあり、短い交際期間の後に私たちは晴れて結婚することになった。しかし、正道さんは結婚してみるとどんどん態度が変わっていった。交際中は些細なことでも気を使ってくれたり、ドアを開けてくれたりと、レディーファーストっぽいこともしてくれていた。
もちろん夫婦になれば多少は変わるとは思っていたけれど。おい、さとみ、早く名刺。結婚した途端に私を顎で使うかのように亭主関白を気取り始めた。まるで俺が家長様だとでも言わんばかりに家のことは何もせず、ゴミ出しすらもしない。そういえばずっと実家暮らしだと言っていたっけ。そうなって初めて彼が地雷物件だったと気がついたものの、もう時すでに遅し状態だった。何もしないだけならまだよかった。しかし、正道さんはことあるごとに私の作る料理ややることに文句をつけてくる。おい、なんだこれは。なんだって、餃子だけど。なんで冷凍食品の餃子なんだって聞いてるんだよ。なんでって言われても、冷凍餃子は簡単で美味しいから。ふざけんな。バンと食卓を両手で叩いて立ち上がった正道さんは、冷凍なんて手抜きを俺に食わせるってのか？まるで俺が解消がないみたいじゃねえか。え？母さんはどんなに忙しくても冷食や惣菜なんて食卓に出したことはなかったぞ。いや、でもお母さんは専業主婦だよね。私はフルタイムで働いてるし。うるさい！言い訳すんじゃねえよ。明日から冷食なんて出してみろ。目の前で捨ててやるからな。そんな。専業主婦の義母と比べられ、冷食や出来合いのお惣菜、テイクアウトなどはすべて禁止された。食卓に一品でも並ぶようならひどく叱責され、また義母と比べられてしまう。確かに義母の料理の腕はプロ並みだった。家事も完璧にこなしており、いつ行っても綺麗なお家。しかし、それは義母が専業主婦だったからできることだと思っている私。フルタイム正社員で働いている身としては、正道さんと何も変わらないはずなのに、どうして私ばかりが全ての家事を担わないといけないのか。少しは分担してくれてもいいじゃないか。頭の中で不満はたまる一方だったものの、正道さんは全く取り合ってくれなかった。それだけではとどまらず、毎週のように義実家からの呼び出しがあった。それは特別な用事があるわけでもなく、ただ、義両親が正道さんと食事をしたいから呼んだだけ、というのがほとんど。急に結婚して家から出て行ったのだ。寂しいのだろう。それはわかる。だからといって、みんながビールを飲んで、食べて楽しく喋っている中で、私だけが嫁という立場だからと、おつまみの準備や部屋の掃除をさせられる。お腹が空いても、喉が渇いても、私には何もない。まるで昭和のような扱いに、私は情けなくて仕方なくなった。もちろん最初は正道さんに苦情を言った。正道さん、正道さんの実家に行くときなんだけど、少しは私も座る時間をもらえないかな。しかし、取り合ってもらえないどころか。あ？嫁の分際で何言ってんだ？嫁が夫の実家に来て座りたい？ふざけんな。嫁としてなってないと思われるぞ。そう文句を言われてしまう始末。それならば、と今度は自分の両親に相談してみた。実は、正道さんのご実家に呼び出されるんだけど、いつも私はみんなのおつまみの準備や掃除をさせられて、会話にも入れないどころか、座ることも食べることも飲み物を飲むこともできないの。しかし、父も母も、辛いのはわかるが、嫁いだんだから、ある程度のことは我慢しなさい。そうよ。お母さんだって、お父さんと結婚してすぐの頃はそうだったわ。おばあちゃんから厳しく指導してもらってね。それで、料理がうまくもなったのよ。と、逆に私をたしなめてくる。最後の砦だと思っていた両親からも突き放されたように感じてしまい、私の悲しみは絶望になり、そして諦めへと変わっていった。なんかもう、どうでもいいや。人生を諦めた私は、それから感情を消し、身を粉にして働いた。家事も正道さんが文句一つ言えないくらいに完璧にこなした。義実家付き合いでも完璧な嫁を演じた。いくらいびられようが笑顔を貼り付け、常に食卓には5品以上のおかずを並べた。そうやって義実家や夫の前では心を消し、代わりに唯一私が嫁ではなく、里見として扱ってもらえる会社での仕事には全力を尽くした。
日が昇る前に起きて、家事の半分をこなして仕事に行き、帰ってきたらすぐに残りの家事や料理をして、正道さんが帰ってくるまでに完璧な状態にする。土日は掃除と作り置きの用意であっという間に過ぎ去り、テレビを見る暇も好きな本を読む暇もない。すべてが終われば倒れるように眠りにつくだけ。すべてを両立して完璧にこなすには、体力も精神力も必要だったものの、強い信念を持ってやりきっていた。そうこうするうちに、必然的に家事スキルも上がり、メンタルもどんどん強くなる。一つ幸いだったのは、そんな生活だったから。正道さんと義務的な会話以外はほとんどなく、子供ができることがなかったということだろう。こんな生活に、さらに子育てまで加わってしまったら、そう考えたら吐き気がしそうだった。そしてさらに、仕事でも認めてもらうことができ、主任、係長、課長、部長へとどんどん昇進していくことにも成功した。経営陣からも頼りにしてもらうようになり、自分のスキルをどんどん磨いていくことが楽しくなっていた。妻、嫁、経理部長の三役を完璧にこなす日々を、気がつけば20年も続けていた。自分でもよくやったなと思いつつ、30代、40代の頃に比べると、気力も体力も衰えてきてしまい、毎日をこなすのが本当にしんどくなってきたように思う。そんな時、私の両親が相次いで病気で亡くなってしまった。厳しい両親だったものの、愛情をかけて育ててもらったことは分かっているため、辛くて苦しい。お葬式では、正道さんが、とに、忙しい時になんで葬式なんか、と、ぶつぶつ言っており、私は悲しいやら、恥ずかしいやら、情けないやらでよく分からない涙が止まらなかった。精神的な疲れがマックスに達していたのだと思う。ある時、岐阜の病院のお迎えに行く時間をうっかり忘れてしまっていた。本当にうっかりだった。こんなことは初めてだった。しかし岐阜は大激怒。どうして迎えに来ない？ふざけてるのか？申し訳ありませんでした。つい失念してしまい。失念だと？どうせ嘘だろう。なんだ？日頃の鬱憤でも晴らそうとしたのか？違います。本当にうっかりしてたんです。もうこんなことはないようにします。本当に申し訳ありませんでした。岐阜に叱責されながら謝ったものの、当然のように岐阜は正道さんと義母に言いつけた。義実家で三人に囲まれるように、嫁として父親の迎えを忘れるなんて一体どうなってるの？お前ふざけんなよ。忘れるとかありえねえから。本当にすみません。何度も怒鳴られ、何度も謝り、どうにか返してもらった夜。精神的にも肉体的にも疲れ切ってしまっていた私は、夕飯で再び失敗してしまった。おいお前、これちゃんと味見したのか？え？いつもと同じ分量で作ってるから、味見は特には。は？いつもと同じだ？これのどこがだよ！ふざけんな！何？どうしたの？どうしたのじゃねえよ。親の迎えを忘れただけじゃなくて、旦那にまでまずい飯出しやがって。なんだ？仕返しのつもりか？腹いせのつもりか？そんな。ぶち切れて怒鳴っている正道さんは、私に肉じゃがを差し出してきて。これのどこがいつもと同じ味なんだよ。と、無理やり口の中に入れてきた。反射的に咀嚼して飲み込むと、確かにいつもより少ししょっぱい気がする。でも、まずいわけではなく、少ししょっぱいかな、くらいのもの。しかし、正道さんはそれが気に入らなかったようだった。お前みたいな出来損ないの嫁とは離婚だ。今すぐ出て行きやがれ。離婚？なんか文句あんのか？確かに味付けを少し間違えてしまった。味見をしなかった私に非があるだろう。だからって、これまでずっと完璧にこなしてきた家事と義実家付き合い。たった一日、ミスしてしまったことで、正道さんは私に離婚の二文字を突きつけてきた。本当に私に出て行けって言ってるの？なんだ？聞こえなかったとでも言うつもりか？何度でも言ってやるよ。とっとと出て行け。お前とは離婚だ。
本気なの？まだ言うか。これを見てもそんなことが言えるか。本気じゃなかったら何なんだよ。早く出て行けよ。食卓に叩きつけられたのは一枚の用紙。離婚届だった。すでに正道さんの欄は記入、捺印がされており、あとは私が書いて出せば受理されるだろう。それを見て本気なのだと理解した。わかりました。出て行け。そう言われてすべてがどうでもよくなった。今まで築き上げてきたものがすべて音もなく崩れていったような感覚。私は一つ深呼吸をすると、いつも使っているお気に入りのハンドバッグを手に取る。お世話になりました。正道さんの顔を見ることもなく、背を向けて家を出る。まさか、着の身着のまま出ることになるなんて。そう思いつつも、どこか清々しい気持ちを感じていた。家を飛び出した私は、20年以上住んできた家には目もくれず、スマホで会社にいくつかの連絡をすると、最寄り駅から電車に乗って役所に向かった。すでに役所は閉まっている時間。しかし、時間外受付の職員の方が離婚届を受け付けてくれた。無事に受理されますように。そう願いを込めて役所を後にして再び電車に乗る。そして大きな駅で降りると新幹線に乗り換える。大丈夫。10年早まっただけ。むしろこれでよかったのよ。お疲れ様、私。自分自身をいたわりながら新幹線でアイスを買って食べた。向かう先は東京。きっと今頃、正道さんは私が泣きながら謝罪に来るとでも思っているのだろう。そしてまた家に置いてくれと頼む私に、出来損ないの嫁を鍛えるだとかなんとか言って、前より家事を厳しくやらせようとでも思っているのだ。離婚届なんて破ってくるに違いないとでも思って、もしかしたら記入済みのものをもう一枚用意しているかもしれない。それに私の名前を書かせて脅すために使うのだ。見なくてもわかる。正道さんは今すごく満足げにニヤニヤしているはずだ。だけど、私はもう帰らない。私が正道さんに泣いてすがる？そんなわけないじゃないか。離婚届はもう提出した。後戻りはできない。世間から見れば、私は正道さんに追い出されて捨てられた哀れな女に見えるかもしれない。だけど、私はかわいそうな女になるつもりなんてさらさらない。自由になるんだ。そう思うと、東京が近づくにつれて気分が高揚していく。たどり着いた東京駅。まずは生活の基盤を作ろう。ありがたいことに仕事での評価は良かったため、蓄えはそれなりにあった。一週間ほどホテルに滞在し、すぐに入居可の物件を見つけ、新生活を始めたのだった。当たり前のことだけれど、今までの生活で離婚の文字が頭をよぎったことは一度や二度ではない。何度も考えた。何度も悩んだ。子供がいるわけじゃない。夫婦二人だけの生活で、夫婦の共有財産といえど、通帳も財布も別だった。離婚できなかったわけじゃない。ただ、仕事を辞めたくはなかった。会社に通うことを考えると、あの田舎から出ることはできなかったのだ。そうすると必然的に、後ろ指を刺されてしまう風潮の田舎で離婚なんてできなかった。だから、60歳で定年退職したら、離婚して、何のしがらみもない都会に引っ越してやろうと思っていた。それだけを楽しみに、この20年間を生きてきた。しかし、最近会社ではリモートワークが広がってきており、経理部でも取り入れている。子育て世帯には大変ありがたい制度らしく、子供が急に発熱した時などのために、普段からリモートワークを選択する社員が増えてきた。部長である私自身も、リモートワークを選択できる環境は整っていた。ただ、あの家で仕事をするのが嫌だったため、会社に行っていただけ。そんな時に、正道さんに離婚を言い渡され、離婚届を突きつけられ、我慢の限界を迎えた私は
離婚を受け入れて東京へ出ることを決意したのだった。そして私が東京に住むようになってしばらくした頃、正道さんは1週間経っても2週間経っても私から全く連絡が来ないため焦っているようだった。当たり前だろ。何しろ正道さんは家のことは何もできないしわからないのだから。食材のストックの場所、冷蔵庫の作り置きの期限、お気に入りのテレビのチャンネルと時間、トイレットペーパーやティッシュの補充や替え置き、洗濯機の使い方、あげればキリがないほどに今まで全て私がやっていた。完璧にやってきたからこそ、私がいなくなった途端に今までの正道さんの生活は崩壊したのだ。共通の友人から聞いた話だと、毎日着ていくワイシャツがついになくなり、慣れないアイロンを自分でかけようとしたものの、やけどしてしまってうまくいかず。結果、稼ぎはあったため、家事代行サービスに頼っていたものの、いつまでも全てを頼るにはお金がかかりすぎることに気がついたのだろう。そしてしびれを切らして私に連絡を取ろうとしたものの、着信拒否されていると知り、愕然としたようなのだ。そうだ、住民票、夫婦なんだから取れるだろう。正道さんはふと思い出したかのように役所に向かったものの、そこで私の住民票がブロックされていることも知り、役所内でちょっとした騒ぎを起こしたらしい。なんだよブロックって。ご本人様の強い希望で、たとえ親族の方でも開示しないことになっております。ふざけんな、俺はそいつの夫なんだよ。ではご本人様と直接ご連絡を取ってみるのが一番かと。それができねえからこうやって住所調べようとしてんだろうが。散々言い合いをしてどうにもならなくて、今度は知人を頼り始めたようだ。そして私の居場所を探しているうちに、風の便りで私が東京で一人で暮らし始めたことを知った。それでもそんな都会での生活なんて3日で飽きると思っていたのだろうか。正道さんは逃げるように仕事に明け暮れた。そんなある日、私が元々の自宅から必要な荷物を持ってくることにした。もちろん、正道さんの仕事の日を狙っていった。友人にも頼んで急いで運び出し、そして逃げるように地元を後にする。正道さんは帰ってきた時に、私の荷物がなくなっていること、そして食卓に置いた離婚届の受理通知を見て、愕然としたようだった。なんだよ。迷わずそれを義両親の元へ持って行った正道さん。父さん、母さん、見てくれよこれ。な、離婚届の受理が完了したですって？一体どういうことなの？何があったんだ？正道さんの話に当然二人は荒れ狂ったものの、時すでに遅し。正道さんは身の回りのことが何もできないため、あっという間にあの家はゴミ屋敷も同然になってしまったそうだ。そして次第に健康が阻害されていき、生活習慣病だらけになってしまい、ニッチもサッチも行かなくなってしまった。営業の仕事もまともにできなくなってしまい、役職からも降格処分となってしまった。しかしそんなこと、正道さんのプライドが許すはずもない。結果的に正道さんは会社を退職して、私と一緒に住んでいた家も手放し、実家で闘病の日々となっているようだった。そして、正道さんがゴミ屋敷に住み始め、病院通いになってしまってからしばらく、私は20年間の重荷からようやく解放されたような気がして、幸せな毎日を送っている。リモートワークメインで仕事を行うこともまだまだ慣れていないから、最初は焦りに焦って大変だった。しかし、今ではすっかりリモートが定着して、仕事はますます順調になってきている。経理部長という大役である私が、リモートメインの勤務にしたことで、部下たちや他の同僚たちもリモートの選択がしやすくなったようだ。そのおかげか、オフィス面積も削減することができた。経費も大幅にカットすることができて、いいことずくめだ。社員は社員で無駄な通勤時間を過ごすことがなくなり、家でリラックスして仕事ができるようになり、効率も上がったと思う。経営成績も上がったため、
そのうちに私の給料も上がってくれないかな、なんて思ってしまう。次のボーナスには期待ができそうだ。50歳を過ぎてからの東京デビュー、東京ライフなんて恥ずかしいのかな、なんて思っていたこともあった。しかし今は趣味を通じて東京で友人もできて楽しい毎日を送っている。その趣味というのは演劇鑑賞だ。もともと学生時代に演劇部に所属していた私は、20年間義実家や正道さんに尽くしてばかりで、演劇鑑賞なんて夢のまた夢状態だった。でも東京ではいつでもどこかしらで演劇をやっているし、自由になった身のため時間も好きに使うことができる。見たい時に見たいものを見に行ける。そんな幸せがあるだろうか。演劇といっても幅広く、私はミュージカルを主に見ていたけれど、東京に来てからそのジャンルも広がっていった。古典的な落語や歌舞伎から、最近流行っているらしい 2.5 次元舞台とやらまで、休日にはありとあらゆる舞台を見に行っている。今まで見に行けなかった時間を取り戻すべく、まるで遅れてやってきた青春を満喫しているような気分だ。20年間でプロ並みになってしまった料理の腕も、今では自分のためだけに振る舞うという何とも贅沢な使い方をしている。美味しい料理を作って一人で晩酌をして、DVD で映画や舞台を見ている平日の夜の穏やかな時間も大好きだ。そこでまた新たなジャンルに出会ったり、知らなかった演劇を知ることができて、また見に行きたいものが増えていく。 2.5 次元の舞台を見たからか、原作の漫画やアニメとやらにまで興味が出始めてしまい、今では趣味が増え続け、時間がいくらあっても足りないくらいだ。いろいろと見に行っているうちに知り合った同世代の友人たちには、お土産として手作りお菓子を持っていくことも多い。お店のものみたいね、おいしいわ、また作ってね。社交辞令なのは分かっている。だけど今までどれだけ丁寧に作ってもおいしいの一言すらもらえなかった私にとっては何よりも嬉しいものなのだ。まさに二度目の青春と言っても過言ではない。そして1年ほどが経過したある日のこと、正道さんとの共通の友人から正道さんが病に倒れたという話を聞いた。私がいなくなったことで自暴自棄になった正道さんは、生活習慣病になったにもかかわらず、ストレス解消のために暴飲暴食に走ったらしい。どうやらこの1年の間に嫁に逃げられた一家だと噂が回り、村八分状態になったことにより、正道さんの両親も寝込んでしまった。正道さんは身の回りのことをすべて私に押し付けていたほど何もできない人だ。だから家も手放して実家に戻ったのに、今度は両親の代わりに実家の家事をしなければいけなくなり、病は悪化する一方で、しまいには倒れてしまったのだとか。それを聞いても、私は哀れる気持ちなど全く起きなかった。私がどんなに身を粉にして正道さんのために働いても、正道さんはそれを当然のことだと思い込んで、感謝の気持ちすら持たなかった人だ。きっと天罰が下ったのだと思っている。私は正道さんのことなんてもう忘れて、自分の第二の人生をより健康で楽しく生きられるように、自分の体と心に気を使って過ごしていこうと思う。もちろん今の経理部長の仕事も定年までしっかり全うするつもりだ。その後も私を必要としてくれるのであれば、再就職まで考えているくらいにはお世話になった会社。たまに正道さんから、全部許してやるから早くうちに戻ってこい、母さんと父さんの世話はさせてやる、それで今までのことは全部チャラにしてやるから早く帰ってこい、どうせまだそこで働いてんだろ、隠したって無駄だから早く出せよ、あいつ、いつまでも逃げるんじゃねえぞ、なんて電話が会社に入っているらしく、そのうち弁護士を雇ってどうにかしてもらおうかなんてことも思っている。一応正道さんから逃げるために会社の人には協力してもらい、私は退職した体にしてもらっている。けれど
正道さんはどうにか情報を聞き出そうと必死なのだ。あまりにも連絡が会社に行くものだから、夫婦関係に悩む若手社員が、私と正道さんの馴れ初めや離婚までを聞きたがり、それを話すついでに若手社員の愚痴を聞いてあげたりすることが増えた。私はこの会社が好きだったから、どうにか我慢して20年もの間を乗り越えることができた。しかし、こんな古い慣習にとらわれて辛い思いをする人などいなくていいのだ。若い社員たちが自分を我慢しすぎずに夫婦生活が送れるように、子育てやら義実家との付き合い方で自分の人生を諦めることがないように、愚痴を聞きながらそんなことを願うばかりだ。そもそもの原因は、私が地域の風習や年齢への焦りからあまり深く考えずに結婚を決めてしまったことだろうと思う。もっと吟味していればよかった。もっと何度も会って確認してからお付き合いをすればよかった。何度も後悔した。結婚したのが正道さんじゃなくて他の人だったら、もしかしたら今頃子供がいたかもしれない。そんなことを考えた日もあった。それでも今こうして幸せをかみしめることができているのは、あの我慢の日々があったからかもしれない。あの日々を肯定化するつもりはないし、しんどかったのは事実。だけど、あれがなければ今の生活なんてもっとなかったのだ。そう思うと少し複雑な心境になる。頑張ってきた自分をいたわるように、丁寧にきれいにメイクを施し、髪の毛を少しだけいじる。今日もこれから演劇鑑賞だ。パンフレットは事前に読み込んできたし、今回行く演劇は今まで好きすぎて何度も見たもの。友人たちに渡すお菓子は持ったし、用意はバッチリだ。鏡を見て、よし、行こう、と数回うなずいた。自分自身を最優先にして生きていける今の暮らし。大変なこともあるけれど、その分やりがいもある。こんな一日一日をもっと大切にしていこう。そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。